そちらのね、まあ、天竜護国寺、まあ、駐車場をね、まあ、中にして、まあ、こちら側はですね、まあ、比叡神社です。うん。ご祭神は大山栗の命と、ああ、神事としてね、日吉大社から誕生したと伝えられます。ああ、日吉大社はね、3800社を数える。まあ、日吉神社、比叡神社の本社でね、比叡山の登山口に鎮座し、天台宗の方針としても、まあ、崇拝されました。まあ、鎌倉時代中期にね、日吉大社の信仰と、まあ、天台宗の教義と結合させてね、まあ、神道思想、まあ、神仏集合が現れ、1791年、まあ、淳四世ね、境内に石宮を、まあ、建立しました。なるほど。境内には文社寺に本社社より移植された、ご神木の円柱、菩提樹、一応がありましたが、現在は、園地のみが寺の境内に残り歴史を伝えています。また、境内の、まあ、稲荷社は、明治41年12月、六郷村大字上南麻八反田にあった稲荷山古墳の稲荷神社を合祀したものです。ああ、稲荷山古墳の、なんかね、天竜護国寺の境内にね、まあ、石棺が置いてあったんですよ。まあ、何のね、説明もなかったんですけど、まあ、きっとね、稲荷山古墳から、ね、出土した、まあ、石棺だったのかなと思いますね。こちらがね、まあ、比叡神社。お？そこにも何か書いてありますね。こちらがね、比叡神社の由緒書きです。大山栗の命とご祭神。ああ。なんかね、まあ、護国寺が消失してしまって、まあ、関係書類がね、右右に帰せしため、まあ、ご由緒ね、わかんなくなっちゃいました。返す返すも口惜しいき、ことなりけり。あ、一応、菩提樹、円樹、文社世氏、当時のものにて、まあ、一応は当時のものなりと言えり。まあ、千個の古木にして、業も疑いなきものと覚えたり。なるほど。まあ、確かにね、まあ、一応の木ありましたよ。お賽銭は、社の中へ、あげてください。賽銭泥棒から錠剤を守るため、右を見ろ、左を見ろ、後ろにいる。はあ、はあ、面白いね。はい、比叡神社でした。こちらがね、比叡神社の、まあ、拝殿とそして後ろにある本殿です。まあ、本殿のね、まあ、後ろ側には、稲荷大明神。まあ、このようなね、社が建っています。まあ、こちらをね、作った時の、まあ、造営記念の碑がこちらにございます。稲荷山古墳に
まあ、創始されていた稲荷山神社は明治41年12月11日に当時に合祀されました。まあ、今昔を忍び稲荷神殿に大きな意義を感じ、ここに稲荷信仰の、まあ、交流を願うものであります。まあ、従ってね、まあ、改革に向け老朽化対策として全面改築に至りました。まあ、私たちはお稲荷さんを諸願成就の神信仰の社として次の世代に伝えます。あ、まあ、一つ稲荷神社、まあ、社社殿一式、まあ、こちらのことですね。これが社殿一式。それ。